平成25年の問15ですね定格容量が1 0ロ v a から定格の一次電圧が1 0 0 0ト定格の二次電圧が1 0 0トの単相変圧器で、えー、無負荷試験および短絡試験を実施したと高圧側の回路を開放して低圧側の回路にですね定格電圧を加えたところ 電力系のシーズは80だった次に低圧側の回路を短絡して高圧側ですねの回路にインピーダス電圧を加えて定格電流を流したこの時のシーチは 120W やった。で A はですね膜線の高圧側換算抵抗を求めなさいですね。から B は 力率がコサインにしシいたファイがですね1の定格運転時の効率を求めなさいとこういう問題であります。えまず A からですね膜線の高圧側の換算抵抗値を求めなさいですねこれはあの同損のことを言うとるわけですね。したがって同、えー、損は120ワットですからで、えー、定格の1電流 I は何もなるか見たら 1、えー、0ロ v a をおあれですな1キロで,ボルトで割ればいいわけですね。なら、えー、これ単層ですからね10アンペアとこうなります。同層いうのは PC はですね I 字乗 R とこうなりますんで、えー、これはですね R はですね、えー、分母が I1 ですな、はいえー、の字乗それからあ分子が PC になりますから。 えー百分の百二十で一点二オームとこういうことになります。はい B ですね、えーこ。力率がコサインファイが一ですね。えー、で定格運転時の効率を求めなさいということですね。そうするともうあのこの十キロビュのところですね。あの一、ー、ですから力率が一ですからコサインシータもかけんで A ですな。はいそうするとおーイータはですね。 P プラスの PC 同損ですな、はいえー、それをおーあれですな P の出力をですね割るとこういうことになります、はい、そうすると98%と、はいえー、こういうですね素直な問題がね出てくれると非常にありがたいんですけどね